8月1日からの入国可能なビザですが、ジェジェジェ、こんにちは、エドワードです。7月19日、今日は曇ってますね。涼しいね。皆さん、フィリピンしてますか？今日はね、ほんまにね、曇っておってね、まあちょっと涼しいかなって感じですね。こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと、33.7 度、寒いね。ほいでね、湿度が 51% ですね。昨日のね、7月18日の感染者数ですが、合計でね、2357人ですね。尋常やない増えっぷり。これでね、すべての合計が 65,304 人ですね。こっから回復者などを引きますと 41,464 人ですね。おいでね、メトロマニラで1824人、ラグーナで105人、カビーテで62人、セブーで49人、リザールで39人。メトロマニラが1824人ってこれまたドギャー数ですね。おいでね、回復者が321人で、合計で 22,067 人ですね。おいでね、亡くなった人が113人で、合計で1773人です。こないだね、観光系のね、焼肉屋さんへ行ってきたんですね。そん時の感じをどうぞ。こんにちは、エドワード。今日ね、これ韓国焼肉屋さんですね。おいでね、ここでもね、入り口でちゃんとね、立たされるんですけど、もしもね、あなたのスマートフォンにバイパーが入っておったら、かがんでもええんですよ。 QR コードをね、ピッてやって、それでコンタクトトレーシングになりますんでね。こんな感じですね、お店の中。結構バッテンがね、あってね、結構ソーシャルディスタンスが守られておるといった感じですね。で、ほら、お肉。やっぱこれうちの近所って ね、 このね、韓国系の焼肉屋さんが4種類ぐらいあるんですね、僕が知ってるだけで。もしかしたらね、もっとあるかもしれないんですけどね。でもやっぱりね、肉って食べたくなるでしょう。ここはね、サムギョプサラマって言うんですけど、前ね、動画であげたパルダンジっていうところが美味しいんですよね。あとはチキンもあるしね。ここね、チキンないんですよね。ポークとビーフしかないんですけどね。あとね、ロマンティックバボイっていうのがありますしね。ロマンティックバボイはね、結構美味しいですね。サムギョプガイっていうのもあるんですよ。韓国料理ってね、こういろんなものがしっかりいいですね。辛い。じゃーん。いい。美味しい。口の中が脂っこいなってなったら、これでね、リフレッシュですね。嫌じゃないね。なかなか肉厚。入り口ではね、体温チェックと個人情報を書かんとね、やっぱり入れませんね。最近のお店はどこもね。ほいでもね、バイバーがあればコンタクトトレーシングもできますので、書かなくてもね、入れます。フィリピンのお店やとね、結構バイバーでね、入れるお店が増えてきておりますんでね、インストールしてない人はね、しといた方が今後便利でしょうね。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、いつこもりのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエアドニュース。LRT ですが、メトロマニラ内を走っておる電車のことですね。これがね、今乗れる乗客の数も制限されておるんですね。ほいでもね、一人の乗客がね、SNS 上にね、写真をね、ポストしたんですね。ほしたらば、そこにはね、尋常やないほどの人が LRT に乗っておったんですよ。制限されておるはずやのにね、この人はね、びっくりしたようですね。こんな感じです。ほいでね、マニラシティのトンドでは絶滅危惧種にね、指定されておるハミルトンガメっていうカメをね、売っておった人たちが逮捕されましたね。このカメはね、フィリピンにはおらんもんらしくって、こうインドとかね、アメリカから仕入れたんだろうとされておりますが、それをね、税関はね、どうやってフィリピンに持ち込んだのかをね、調査するそうですね。で、これらのカメはね、全部没収されまして、それらのね、総額が50万ペソ分にもなるようですね。日本円にしますと100万円分ぐらいですね。で、これを売っておった人たちは
この亀はね、普通にフィリピンの金持ちの家ではペットとして飼われておるので問題ないと思ったと言っておりますね。ほいでね、同じくマニラシティのアドリアティコでは子供もね、マスクもせんとね、こう外で遊んでおるようですね。で、周りの大人もね、全員マスクもしてないと、ほいで集まってね、おしゃべりをしておるようですね。そしてね、以前お伝えしましたマニラシティにはドライブスルーのね、テスティングセンターができたとお伝えしましたね。覚えておりますか？ここがね、盛況なようでして、連日ね、マニラシティの人たち、マニラシティ以外の人たちがね、車でね、行列を作っておるようですね。で、まあこれでね、なかなか検査を受けられなくて、この人たちは困っておるようです。これにつきましてね、イスコモリの市長は心配しないでと、すぐにね、さらに3カ所にね、このドライブスルーテスティングセンターを作るからとね、言っておりますね。すごいですね。これをさらに3カ所も作るんですね。しかもね、この検査費用はね、すべて無料らしいですからね。こういうの？いい。そしてね、保健省の発表では、フィリピンでの感染者の 10% が医療従事者らしいです。で、これについて WHO は、まあこれはね、フィリピンに限ったことではないんだそうですね。他の国でもね、こんな状況らしくて、各国にね、医療従事者への防護服なんかの支給はちゃんとやるようにとね、WHO は言ってますね。ほいでね、マスクなんですが、なんかここにこうバルブみたいなついたマスクあるでしょう。あれね、良くないらしいですよ。そしてね、ケソンシティのカロサレストバーっていうね、まあ、飲み屋さんがあるんですが、ここがね、摘発されましたね。これでね、10人の従業員、19人のお客さんが逮捕されたようです。この19人のうち2人がね、未成年やったようですね。で、彼らはバースデーパーティーなんかをやっておったりしたそうです。で、飲み倒して、で、なんかカラオケも歌い倒しておったようですね。ほいでね、酔いつぶれておった人もおったようですからね。ほいでね、ケソンシティのベルモンテ市長ですが、感染が確認されたと以前お伝えしましたね。覚えておりますか？あの後ね、2回の検査をしまして、その結果ね、ネガティブと出たようですね。よかったですね。そしてね、セブシティでは、2人のね、日本人が英語留学をしておったんですが、まあ、このパンデミックでしょう。どてらいことになっておるんですね。この2人はね、まあ、ヒトシとマイケルって言うんですが、4ヶ月ぐらいね、セブーで英語を学んでおったようですね。で、このパンデミックの間はね、英語も学べませんからね、学校は閉鎖されてますからね。で、このヒトシとマイケルはね、思い立ったんですよ。よし、セブーをきれいにしてやるぞ。ちゅうことでね、セブーの街を現在ね、掃除しておるんですよ。まあ、そんなことしておったら話題になりますわね。ほいでね、このヒトシとマイケルは GMA のインタビューを受けてましたが、いや、ほんまにね、立派な2人ですよ。ちゃんとね、学んだ英語でね、しっかりとね、インタビューに答えておりました。見たいでしょう、ヒトシとマイケル。これがね、ヒトシとマイケルです。こういうの？いい。なんかいい笑顔しておるでしょう。こうインタビューの中でね、フィリピン人はね、非常にね、ヒトシとマイケルに優しいと。だもんでね、自分たちもね、なんかセブーのためにできることはないかということでね、街の掃除を始めたようですね。こういうニュースはね、たまにあるんですが、嫌じゃないね。ほいでね、セブーシティでは今もね、感染者の感染経路の特定をね、人がね、やっておるようですね。ほいで、まあ全然特定できてないようです。で、以前ね、バギオシティのベンジャミン市長がね、セブーシティまで行ってね、このやり方を教えるはずなんですが、まだね、それが機能してないようですね。で、ベンジャミン市長がね、すべてをね、データベース化する必要があるってね、アドバイスしてたんですがね、いや、これどうなっておるんでしょうね。ほいで、現在セブーシティでの感染者は7782人がね、確認されております。そのうちのね、3158人がアクティブケースのようですね。ほいでね、セブーっていうのはね、まあセントラルビサヤって呼ばれておるんですね。で、ここがね、ドクターもね、ナースも足りてないので、以前ね、メトロマニラから援軍としてね、医療従事者を送ったんですね。まあ、ほいでもね、まだ全然足りてない状態らしいんですね。これでね、困ったことになってきておりまして、ウェスタンビサヤもね、そんな状況になってきておるようです。まあ、ウェスタンビサヤっていうのはね、ネグロスオキシデンタルとか、アクラン、イロイロ、カピス、
アンティケなんかがね、あるあたりのことを指しますね。ネグロスオキシデンタルもね、結構感染者を増やしてきてますしね。ほいでね、ニュースの中でね、いろいろのね、病院が映ってましたが、そこに映っておる人たちがね、マスクもしてないんですね。病院のすぐ外におる人たちですよ。そしてね、テスティングセンターで働いておる人たちおりますね。検査をしまして、その検査結果を出す人たちですね。この人たちのね、仕事量ったら、まあそれはものすごいんですよ。だがしかし、この人たちのね、給料が支払われてないようですね。ほいでもね、彼らは辞めるわけにもいかんでしょう。せやから続けてはおりますが、不安をね、かなり抱えておるようですね。これがね、IATF にもすでにね、報告されておりまして、彼らの給料をね、管理しておるのは誰か、なぜ給料が支払われていないのか、などのね、調査をしておるようですね。まあ、こういうのはちゃんとやってあげてほしいところですね。ほいでね、現在、フィリピンでは、チェックポイントなんかで働く警察官、1000人以上がね、感染してしまっておるようですね。ほんでね、パンガセナンのロザレスでは、まだね、ティーンネイジャーの若い2人がおりまして、まあ、この2人がね、スマートフォンのゲームで、まあ、対戦みたいなことをしておったんですよ。ほしたらば、片方がね、急に相手をね、ナイフでやってもうたんですよ。その後にね、この刺した方は逃げましたね。で、この少年はね、まだ逃げております。で、この原因ですが、スマホのね、このゲームで負けたことが原因やとされておりますね。いや、ほいでもゲームで負けたぐらいでこんなことします？同じくパンガセナンのサンニコラスでは中年の男がおりまして、この男がね、昔ね、吸っちゃいけないもので捕まっておったんですね。で、まあ今は吸ってないようですがね、これのせいでその後酒を飲むとね、精神状態がちょっとおかしくなってしまうようですね。なんか人を殴ったりね、傷つけたりをね、繰り返しておったようです。で、今回もね、酒を飲みまして、隣の家の人にね、喧嘩を売っておったようですね。ほいでもね、隣の家の人がね、鍵を閉めてね、まあ出てこんかったんですよ。ほしたらば、どうしたと思います？まさかのね、表にありました、クボっていうね、まあフィリピンの伝統家屋みたいなのがあるんですが、これにね、火をつけたんですよ。まあクボっていうのはね、まあこういうのですね。やべえでしょ、こいつ。しかもね、その後にまた違う家へ行きまして、まあ同じくね、まだ喧嘩を売ってたんですよ。ほいでもね、ここで警察が駆けつけまして、まあ当然ね、警察の言うことも聞かんので、足をね、パキューンされたようですね。ほいでまあ病院へ連れて行かれまして、この治療が終わりましたら、逮捕されるようですね。そしてね、アンティポロシティでは、6個のね、バランガイが完全封鎖されます。そのバランガイがね、こちらになります。この辺の人たちはね、当たり前の感じでね、マスクもせんとうろうろしておるようですね。ほいでね、ナボータシティでもね、完全封鎖されておるバランガイがあるとね、紹介しましたね。ほいでもね、未だにね、その辺りの人はね、マスクもせんとうろうろしておるようですね。やっぱりね、そういうエリアが感染者を増やしておるしね、完全封鎖もされておるんですね。いや、マスクって大事ですね。そしてね、8月1日からビジネスビザをね、持っておる外国人をフィリピンは受け入れるって言いましたね。これについてのね、細かい詳細がね、アナウンスメントされておりました。これによりますと、パーマネントビザ、リタイアメントビザ、テンポラリーレジデントビザ、レジデントビザ、これらをね、持っておる人たちは、8月1日からフィリピンへの入国ができるようです。ほいでもね、これらのビザをこれから申し込むっていうことは現在はできません。そういう業務自体をね、フィリピンは現在はやってませんしね。だもんでね、すでにね、これらのビザを持っておる人のみということですね。ほいでね、これに伴いまして、8月1日からフィリピンのね、国際空港では入国できる人の数も増やすそうです。で、今まではね、マニラ空港でもね、かなり少なかったんですよ。1日にね、数百人しか受け入れてなかったですからね。それを新たに、マニラ空港では3000人、セブー空港では1500人、クラーク空港では1500人、1日にね、入国できる人の数をそれらに増やすそうです。ほいでもこれも8月1日からですよ。ほいでもね、優先順位的には OFW がフィリピンへの入国は最優先されるそうですね。
今までもね、結構マリア行きがセブーになったりとかクラークになったりしてますよね。でこれでね、OFW の帰国の人の数が多くなると目的地の変更もね、まだまだギャンギャンあるそうですね。ほいでね、OFW の帰国状況ですが、まあこんな感じですね。レバノンからの帰国が一番多いようですね。そしてね、フィリピンジェネラルホスピタルではもうね、患者さんでいっぱいなんですね。これでね、もうすでにその後の人のね、予約なんかもしておるようですね。ほいでね、ICU の患者さんもかなり増えてきておるんですよ。ほいでもいっぱいでしょう。せやからね、ICU の中でも比較的軽めの人は ICU から出されまして、新たにね、ICU に他の人を入れておるような状況なんですね。このフィリピンジェネラルホスピタルがね、フィリピンでは一番メインのね、ホスピタルなんですね。ほいでね、ベッドの数も130から210に増やしましたが、それでもね、こんな状況なんですよ。だもんでね、症状が軽い人はフィリピンジェネラルホスピタルでは受け入れてないようですね。症状がね、軽い人たちは隔離施設での治療になっておるようです。これでね、まあ、ベッドを増やしたりとか、こうやって隔離施設を増やしたりとかしてますが、ここにもね、問題がありまして、それがね、医療従事者が足りていないっていう問題ですね。チャンネル登録お頼申します。それでは、終わったがよろしいようで。